どうも、米月バッタです。今回のリザルトは、はい、ラーナ様が活躍してくれた対戦のリザルトです。最近はヤンキースタイルがほんと増えてきてるので、自分から無理に前に出るのではなく、相手に出てきてもらって時ターンで範囲を当てていくのがベターな時ありますよね。まそれは先行の2があるからできることですが、では対戦よろしくお願いします。早速あるあるエルヴィンの牽制、正直これだけでもう前に出れない。しかも攻撃力高ということで、無理に動くことはしません。お前これや、やる気満々ですね。奴らの陣形を崩せ、奴らの陣形を崩せ。射程範囲を見てみましょう。計1歩しか前出れない。4オメガ、殺意に満ちてますね。イコリスバフとイメルタバフを入れていきます。好きなだけあがきなさい。どんどん前に出てきますな。エルヴィンが動いたら僕たちへワープされて初手から範囲当てていこうと思ったけど、動いてこないので次ターンから仕掛けることにした。このマップは僕たちが少なくて、僕たちは基本エルヴィンの射程内なのでワープは使えない。この位置がセーフティゾーン。お相手も次ターンで決めきる3番ですな。ラーナの範囲打ち込む前に他のキャラへ足でバフとダメを入れたいので、犬の覚醒から当てていく。おもろなかったらお前これや、やれや。よし、これでラーナのガードもできるし、ラーナもフェイズが入ってるのでアイラでは落とせないはず。ちなみにフェイズの効果はひらめ70。全部まとめて俺に任せろ。茨で相打ちしてまえ。さすがに無理か。それじゃラーナ天罰を僕たちから打ち込んでいくよ。おやめる。今です。これはフェイズの内側やな。アグラの射程見てない証拠。まだまだ爪が甘いな。カグラは戦闘前にデバフとか入れるスキルではないのか。敵は私に任せて。敵は私に任せて。よし、これで終わり。終わらない。まだまだ油断は禁物です。やっぱりラーナ様にお願いするしかないか。勝負どころです。そりゃーや、対戦ありがとうございました。